うしてる間にも混浴に女が小時、やられました。どうした、落ち着け。混浴に女が入っていた形跡が。何、俺たちが枕投げに興じていた間に。やっぱし混浴なんて無理なんですよ。出ろ、この旅館には混浴があると知って女来てんだ。現に女が入っていた形跡があったんだろ。はい、女の更衣室から混浴に至る扉にこの紙テープを貼っておいたんですが、これが破れていたということは確実に女混浴に入ってます。女の匂いだ。やっこさん動き出したな。今何時だ。午前2時です。2時か、こっからが勝負だな。やつさん、それと一個ご報告が。どうして。女湯が見れる場所を発見しました。でかした片桐、今からそこ行きましょう。バカ野郎、俺たちは覗きに来たんじゃない、混浴に来たんだ。プライドを持て。すいません、いても立ってもいらんなくて。大丈夫だ、時間はまだある。作戦会議と行こうじゃないか。そうですね、確実な作戦を立ててバッチシおっぱい見てやりましょう。バカ野郎、おっぱいって言うな。どこで女に聞かれるかわからん。聞かれたら最後、女は混浴に来ない。すいません、パイオニよし、これからおっぱいのことをパイオニーと呼ぶぞ。パイオニー俺たちだけが分かる暗号だ。はい、そうと決まればお前たち準備にかかってくれ。はい、今たち。はい、なんだ。せっかくの婚約なんで映像に残しておこうと思いまして。近いやろ、そんなもの回してみろ、一発で掴んだ。すいません、女のパイオニーは目に焼き付けろ。はい、片桐、なんだ。え、それはなんだ。見ての通りです。これさえあればお湯の中に長時間潜ることができ、なおかつお湯の中から女をガン見することができます。女をガン見。はい、どうするんだ。うん、女、うくそ、女に上を押さえられたらバンジーキュースだ。バンジーキュースなのはお前が何を言ってるか分からないところだ。ダメか、パイオニーはガン見すればいいんだよ。でも普通にパイオニーを凝視していたら女にすぐバレちゃうんじゃないですか。そうですよ、凝視してたら女性はすぐ露天から上がってしまうんじゃん。作戦は考えてある。教えてください。片桐、ちょっと女やってくれ。わかりました。女が入っている混浴に俺は自然に入る。自然に。頃合いを見計らって出る。この時だ、水圧を利用して前を隠していたタオルを取る。フルチンになった俺を見て女はどうする。キャッ、手で顔を覆うはずだ。見ろ、パイオニーがガラ空きだ。ガラ空きだ。ここを見る。1、2、3バックってのは何ですか。女は3秒間だけパイオニーをガラ空きにする習性を持ってる。そんな習性が。そこをつく。その技俺たちにも教えてください。お願いします。危険だぞ、ここでわざとらしさが出たらもう痴漢だから。あくまでも水圧ハプニングだ。水圧ハプニング。チャンスは3秒。よし、今たち、はい、やってみろ。はい、お前女やって。はい、気持ちいいですね。そうですね。あ、では私はこの辺で。おっと、水圧アプリング、はい、1、2、3、もうこうなってるの。すげえな。今たち、はい、声を出すな。え、今たち、女が声を出すと気づく習性を持ってるぞ。そんな習性が。なんて厄介な習性持ってやがんだ。黙ってみろ。はい、よし、向かい。では私はこの辺でと。おっと、水圧アプリング、キャッ、1、2、3、バン。もう一回。はい、はあ、では私はこの辺でと。おっと、水圧アップ、キャッ、1、2、3、バン。おお。今のうち。はい、やってたのか。やってません。お前は流れた筋がいい。はい、よし、片桐、変われ。よし、負けねえぞ。分かるよ。はあ、いいお湯ですね。じゃあ私この辺で。おっと、水圧アップリング、キャッ、1、2、3、バン。ペペペペペ、どどどどどどペペペをすると気づく習性を持ってるんだ。そんな習性が。
なんて厄介な習性持ってやがんだ。ペペペはなしだ、見るだけだ。もう一回お願いします。じゃあ私この辺で。おっと、水圧アブリング、キャ1、2、3、バック。ペペ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 はダメだ。まだだ。自分の意思と関係なくペペペしちゃうんだよ。自分の意思と関係なくペペペしちゃうんだよ。何だろう。片桐、混浴のルール覚えとけ。見るは紳士、ペペペは痴漢だ。見るは紳士、ペペペは痴漢。見るは紳士、ペペペは痴漢。見るは紳士、ペペペは痴漢。刻んどけ。はい、もう一回お願いします。ダメだ。え、ペペ切りはダメだ。ペペ切り、お前は後方待機だ。そんな危険な分子を省いておきたい。捕まりたくないんでな。なんとか、なんとかペペ切りにも、ペペ切りにもパイオニーを見せてあげてください。ダメだ、ダメだ。さん、俺右手のペペペが出すんだったら左手で押さえます。左手のペペペが出すんだったら右手で押さえますから。そんなことが可能なのか。やってみなくちゃわからないでしょ。ラストチャンスだぞ。はい、頑張れよ。じゃあ私この辺で。おっと、水圧アブリング、キャ1、2、3、バック。ペペ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 どうすかヤクザ。ペペペは出てませんぜ。これで私も連れてってもらえますよね。バックしろ、バック。ペペペペペ、片桐、後方待機だ。なんでだ、なんでだ。ペペペは出てなかったんだ。ペペペは出てなかったんだ。この手をペペ切り、女性からしたらペペペで苦しむお前の様が丸見えだったんだ。女はペペペで苦しむ男を見ると引くという習性を持ってるんだ。そんな習性が、厄介な習性持ち上がって。かくなる上はこの両腕を切り落とし。もういいよ。わかりました。もう婚約へはお二人で行ってください。自分にはどうやら婚約の才能なかったみたいです。片桐の地獄を見る覚悟はあんのか。え、3人で来たんだ。3人で見なきゃ始まんだろ。やつりさん。そうと決まれば俺もとことん女役やってる。俺頑張ります。練習開始だ。バイオバイオバイオ良いですね。じゃあ私この辺で。おっと、水圧アブリング、キャ1、2、3、バック。ベベベ、よし、もうバックはいい。ベベベ、とりあえず出てた。頑張れ、ベベベ、頑張れ、ベベ、片桐頑張れ、ベベ、片桐、数学のこと考えよう。数学3.14。あ、離れた、離れた。いいぞいいぞ。3.15 倍だぞ。円周率倍だ。3.15 倍だぞ。倍だ。3.15倍だ。1、2、3、バック。おお、もう一回。はい、1、2、3、バック。おお、片桐、俺ペペペ出てなかったよな。よし、全軍突撃だ。おお、今何時だ。片桐の練習2時間費やしたんで午前4時です。待ってろバイオニー。つわものども止まれ。今行っても無駄だ。女は朝方4時には風呂に入らないという習性を持ってるんだ。なんで朝方4時に風呂に入らないんだ。女、女入れ、4時に風呂に、女風呂に4時に。気持ちはわかるか。落ち着け。チェックアウトは何時だ。10時です。10時か。朝食は朝7時から9時まで和食レストランでバイキングです。バイキング、閉めた。え、女は6時に婚約に来るぞ。どういうことですか。女というのは何かと準備に時間がかかる生き物なんだよ。10時がチェックアウトとすると7時半から8時半の間に朝食を取ると考えてまず間違いないだろう。なるほど。しかもバイキング、他の客とも顔を合わせる。寝起きやノーメイクでは出ていけまい。やついさん、女知ってますね。メイクに1時間、すると6時半だな。逆算すると6時に女は婚約に来る。すげえ、ここまで婚約のことを考えているなんて。
お前たちがペペペしてる間俺が遊んでたと思うかい？さすがです。じゃあその時間に行ってさっきの特訓通りにやれば絶対にバイオニーが見れる。絶対に。絶対だ。うわあ！明日は早い。体を休めておこう。はい。やついさん、どうして？俺バイオに見れたら東京で女の子に告白します。絶対付き合えるさ。ありがとうございます。やついさん、どうして？俺もバイオに見れたら今度こそちゃんと就職しようと思います。どこでも入れるよ。俺もずっと許せなかった親父を許せそうな気がするよ。これみんなで婚約にかけたこの夏のこと一生忘れません。俺もバカ野郎。バカ野郎。熱いな。泣くのはバイオに見てからにしましょうよ。おじさんが泣いた。俺たちだって。よし。泣いてない。泣いてない。はいはいはい、あ、すぐ出ます。起きろ起きろ。あ、婚約行きましょう。陣、はい、を引く。え、時間見ろ。ああ、そんなそんなアウトだよ。くそ、離れてきた。つわものどもが夢の後か。来年また来よう。来年だったらまたベベベに戻っちまうよ俺。ちいじょう、どうすりゃいいんだ。ベベベ解禁だ。やついさん、ベベ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 ベ